そういうきっかけで言うと、ザ・フライっていう、映画があるんですけど、それは人間とハエが合体しちゃうっていう映画で、それを見ててなんか合体っていいなって思って、それで僕は日用品とその人間合体させたらいいなって思いましたね。最初はやっぱり気持ち悪いがほとんどだったんですけども、その MPC とか iPhone ケースの時は。でそれがだんだんなんかいくつも作ってると なんていうかただ気持ち悪いだけじゃなくて、その印鑑として使えたりとか、口の中にコイン入れてコインケースとして持ち歩けたりとかっていう、そういう何か用途があってのこういう作品なんだっていうのが、ちょっと皆さんにしていただけたあたりから、なんか可愛いというか面白いっていう声ももらえるようになりました。It's a bit weird. It's like so realistic that definitely takes you by surprise. But it's really cool. Yeah, I feel it's too real. I feel a bit gross. But no, it's really cool.